こんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ムキー。いきなりどうしたんだぜ霊夢。あ、魔理沙。ちょうどいいところに。聞いてよ。なんなんだぜ。あんまり聞きたくないような。いいから聞きなさい。はい。そもそもね、あいつ言ってることがおかしいの意味わかんなすぎ自分勝手だしとにかく最低思い起こせばこの間だって。それでとにかく1から10まで最低最悪他の人のこと全然考えてないそんなこと言うんだったらおめえ一人でやれっつんだよほんとムカつく。それに言えば言うほど思い出してきたけど。あ、はい。うん。どうしたのマリサ、なんだか疲れてる？いや、よくそんな早口で喋り続けられるなって思って。それくらい腹が立っているってことよ。今に見てなさいよ。いつかあいつの顔面を踏みつけてやるわ。どうしたのマリサ？霊夢、藤原の道長と同じこと言ってるぜ。え、道長ってあの平安時代の大権力者、摂関政治のドン、権謀術数の匠の藤原の道長？リフォームの匠みたいに言うな。でもその道長で合ってるぜ。道長って、以前の動画でマリサが和歌を紹介してたけど、この世は、我が世とぞ思う、望月の、かけたることも、なしと思えば、って歌に読むくらい、この世で思い通りにならないことなんかない空前の超上級国民だったんでしょ？それなのに顔面を踏みつけてやりたいくらいムカつく奴がいたの？うむ。じゃあ今日は藤原の道長のそんなエピソードを紹介するぜ。ちょっと待ってよマリサ。このチャンネルは和歌を紹介するチャンネルでしょ？ちゃんと和歌も紹介してくれるの？実は藤原の道長は直線和歌集に何種もの和歌が密集している人物でもあるんだぜ。はぁー。マジで？マジだ。知らなかったわ。結構知らない人多いんだよな。じゃあ道長は平安時代の大権力者であると同時に優れた歌人だったってこと？いつから直線歌人イコール優れた歌人だと錯覚していた？は？直線和歌集に密集しているとは言ったが、優れた歌人だとは言っていないんだぜ。え、どういうこと？話が見えないわ。だって、いい歌が直線和歌集に採用されるんでしょう？霊夢の言う通り藤原の道長はこの世の全てを手中に収め、向かうところ敵なしの空前絶後の大権力者だ。考えてみてくれ。そんな人物の作る和歌が、たとえ上手くなくても大して見どころがなくても、素晴らしい和歌じゃないなんてはずがないだろう？え、それってつまり、そう、彼の和歌が直線和歌集に採用されたのはまさに。うるせえ。黙らっしゃい。忖度もまともにできひんやつはこの生き馬の目を抜くような平安宮廷で一丁前の出世なんてできひんのや。わいかて好きでやっとるわけやないんや。でも家族を養うため、一族の出世のためなんや。わかったかこのアホンダラ。ま、この辺は和歌の選者共通の悩みの種と言えるだろう。直線和歌集の選者というのは基本的に中級以下の貴族の仕事だからな。摂政や監督のような超上級国民には勝てない。あの藤原の定家でさえ忖度和歌集は混ざるを得ないこともあった。そういえばマリサ、以前成平と高いこの動画で、道長の、この世ばの和歌を紹介した時、テクニック的に全然上手じゃないし調子こいてる歌だって叩いてたわよね。叩いてはないぞ。素直な感想を述べただけだ。さっきも上手くなくても大して見どころがなくてもとか暴言を、素直な感想を述べただけだ。道長にもいいところはたくさんあるんだぞ。でも私知ってるわよ。道長って本当はすごく陰険なんでしょう？自分にとってメリットのない天皇に嫌がらせの限りを繰り返して、病気に追い込んで退位までさせたって歴史の授業で習ったもの。それに、自分の娘のライバルになる皇后定子への嫌がらせもすごかったって聞いたわ。詳しいな。道長には実はそういう負のエピソードが多々ある。性的に対する嫌がらせはそれはそれは凄まじかった。でも面白かったり可愛げがあったりするエピソードもいろいろ残っているんだぜ。じゃあ今日はそういうエピソードを紹介してくれるの？うむ。和歌は？直線和歌集に入ったっていう歌でも紹介してくれるの？そうだな。直線和歌集に入っているもの、そうでないもの含め紹介していくぜ。あと和歌以外のエピソードも紹介したいと思うから。ちょっと番外編含むというか、広い心で許してほしいんだぜ。仕方ないわね。いずれにせよ、ゆっくりしていってね。それじゃまず最初に、道長が顔面を踏んでやるって言ったって話を詳しく教えてよ。その話は大鏡という歴史物語に詳しい記事がある。時の権力者藤原の道長がまだ若者だった頃の話だ。先に道長の家系について説明するが、彼は藤原の房先に始まる藤原北家の流れを汲む貴公子で、お父さんは藤原の兼家。道長はその後男となる。長男じゃなかったのね。そうなんだぜ。だが正室の子供としては3番目の男の子になる。兄弟といってもこの時代は仲良くて似てを取り合って。ということはまああんまりなくて、一番近いライバルになることも多かった。
道長にしてもそうだったが、お父さんの正室以外の女性が産んだ兄弟たちは、身分の違いから真っ当なライバルにはなり得ない。道長にとってのライバルは二人の同母系、道隆と道兼だ。兼家の生前には一族のために協力することもあったが、基本的にこの三人は三人が三人ともそれぞれ不仲だと思ってくれていいぜ。兄弟なのにね。逆に母親の違う道綱という異母系と道長は仲良しで、若い頃から一緒に祭り見物に行ったり、年を取った後も病気になった道綱に丁寧なお見舞いを送ったりしている。お互いの奥さんの一人がそれぞれ姉妹という関係でもあったそうだ。身分が違ってライバルにならない分気安くお付き合いできたのかしらね。そうかもしれないな。それで道長がまだ10代半ばと若かった頃、道長には二人の兄たち以外にも強力なライバルがいた。同じ藤原北家の流れを組む、というかなんなら兼家、道長らよりも、より嫡流筋とも言える小野宮流の藤原の均等だ。以前、貴族にしては珍しいパワー重視のファイター古式部のない氏の動画で少し名前が出てきたわね。そのネタまだ引っ張るのか。均等は幼い頃から神道の誉れ高く、10代半ばくらいまでは、出世の面でも道長より先んじ、とにかく世間でも評判の貴公子だったんだ。和歌、漢詩、漢言のいずれにも優れた万能の秀才だったと言われている。残念ながら均等は天皇の外戚となれず自由は道長たちの一族である九条流へ流れていったが、道長が若い頃にはまだどちらの家が政界の頂点に立つかは決定づけられてはいなかったんだ。一口に藤原氏といっても色々な藤原氏がいたのね。その通りだ。そして二人は同い年だった。余談だが、均等は30代前半くらいの時に加算院の命令で周囲賞という和歌集を編纂しているが、これは後に直線和歌集である周囲和歌集の元となったと言われている。均等は政治の分野にとどまらず、和歌の世界についても本当に大きく貢献したんだ。道長とは違うと言いたげな口ぶりね。そんなことはないぞ。道長だって多くの歌人、アーティストたちの後ろ盾となったんだ。おかげでたくさんの才能が発掘され、それによって現代に残された詩歌、文学作品も数多い。それだって立派な貢献なんだぜ。マリサは均等びいきに聞こえるわー。だってやっぱり和歌を紹介するチャンネルだから和歌が上手い方が。辛辣な本音が？いずれ均等の和歌についても紹介したいと思ってるんだぜ。で、そんな、若かりし頃の道長の強力なライバルだった均等なんだが、道長たち三兄弟のお父さんである藤原の兼家も彼の才能を認めていた。均等が何事にも優れ、とにかく素晴らしい若者であることを、兼家は自分の息子の三兄弟たちに向かって、どうして均等はあんなに素晴らしいんだろうなぁ、羨ましいなぁ、俺の子供たちがあのスーパー秀才均等の影さえ踏めないのが残念だなぁ、とぐちぐち言う。影さえ踏めないというのは、本体は愚か影を踏むほどの位置にさえ近づけないという意味だ。それほど均等の才能は抜きんでたものとして、当時世間では評判だった。三兄弟のうち道隆と道兼の兄たちは、兼家が本気でそう思っているんだろうなと思い、ただ恥ずかしげな様子を見せるだけで何も反論することができなかった。そうした中一番年下の道長だけが血気盛んにも、影なんか踏まないで顔面を踏んでやる、と言ったんだそうだ。顔面踏みたい、ここで来るのね。そしてその後、実際に道長は一条天皇の強力な外戚となり政治の実権を手中に収め、それこそ他に並び立つ者のいない朝廷の支配者として日本の歴史に永遠に名を残すことになった。均等は出世が頭打ちになり、道長の息子で自分の娘婿である、内大臣のり道さえ恐れ多くてあまり近くで見ることもできない立場になってしまったんだぜ。内大臣のり道って、パワー重視のファイター古式部のない氏の最初の子供の父親になった人だったわね。うむ。その時も動画で説明したが、均等の娘がのり道の正妻だったんだ。均等はどうして出世が頭打ちになってしまったの？一言で言ってしまうと高級対策に失敗したんだ。高級対策？つまり、天皇の高級に姉妹や娘を入れて、生まれた王子に皇位を継がせ、自らは天皇や皇太子の祖父や叔父といった近しい親戚として権力を握るという、平安時代の代表的な政治形態、摂関政治を実現するための対策だ。均等ももちろん自分の家族の女性たち、具体的には姉の純子や妹の子を天皇に受胎させていた。でも残念ながら、彼女たちには子供が生まれなかったんだ。王子が生まれるかどうか、こればかりは個人の努力だけではどうにもならない。じゃあもし均等の姉妹たちに王子が生まれていたら道長の映画はなかったかもしれないのね。もしかしたら、だがな。まあ、妹の獅子が受胎した加算天皇が暗君寄りだったのに対し、道長の甥にして後に娘婿ともなる一条天皇が健君寄りだったとか、そういう違いもあるから一概には言えないがな。それにしても道長は、そんなにも世間の評判が良く、自分のお父さんである兼家でさえ、
高く評価している均等の顔面を踏んでやると宣言するとか、とても負けん気の強い性格だったのね。そうなんだぜ。勝ち気で強胆で、非常にも慣れるし細やかな気遣いを示すこともある。道長はそういう人物だった。だが権力を掌握する過程にあってはやはりムカつく出来事も多かったようで、彼が残した日記には結構赤裸々な人の悪口なんかも書いてある。均等の顔面を踏んでやると豪語しただけの気性の武田家しさがここからも伺えるんだぜ。ちなみに彼の日記は御堂関白記という名前で現代に伝わっており、現代語訳も出版されたりしているから、興味のある人はぜひ読んでみてほしいんだぜ。じゃ、次は道長が気遣いを示したエピソードを紹介するぜ。以前の動画で、道長の息子のり道の子供を産んだ古式部の内侍に、道長が嫁として認める言葉をかけたという話を軽く紹介したな。そうだったわね。当時の妻、妾、恋人、愛人、といった関係性は誘導的で、正妻である均等の娘がいる以上、古式部の内侍は正妻にはなれないものの、道長の後ろ盾もあるし、二番手、あるいはそれ以下の妻の一人、として考えていいんじゃないかって話だったわね。うむ。まあ古式部の内侍とのり道は後に疎遠になってしまって古式部の内侍は別の男性の子供を産むんだが、とにかくこの時はのり道の男の子を産んだ。嫁として認める言葉、と言ったが、これは実際には道長が古式部の内侍の母である、泉式部に対して送った和歌にその意が記されているんだ。そうだったのね。それはどんな和歌だったの？嫁の子の、子ネズミイカが、なりぬらん、穴美しと、思うゆるかな、というものだぜ。嫁の子の、子ネズミ？子ネズミって生まれた赤ちゃんのことなの？そうなんだぜ。なんで生まれた赤ちゃんをネズミなんて言い方するの？ハムちゃんはそうキュートだけど、一般にはネズミってあんまり褒める時なんかには使わない動物じゃない？特に古い時代には穀物を食い荒らすとかで嫌われていた面もあったんじゃないかしら。嫁が君、という言葉がある。これはネズミの意味言葉なんだ。意味言葉？現代でも、ある言葉を演技担ぎだったり婉曲表現にするためだったりで、別の言葉に言い換えたりすることがあるだろう。意味言葉とはそういう、そのものズバリを避けて何か別の言葉で言い換えたものなんだ。ネズミって言葉を、嫁が君、に言い換える風習があったってことなの？そうなんだぜ。特に正月期間などにおいてそのような言い換えをしていたんだそうだ。主に関西地方での言い方のようで、今でもこの意味言葉を使っている地域もあるかもしれない。いずれにせよ、ここで赤ちゃんのことを子ネズミと言っているのは、子ネズミのお母さん、つまりは古式部の内侍を、嫁が君、とする言葉遊びみたいな感じなんだぜ。じゃあ悪い意味はないのね。多分な。なんだか含みがあるわね。ま、これは正直、古式部の内侍が頭領階級の娘という、来やすい身分だから言えた言葉だとは思うんだぜ。もし赤ちゃんを産んだのが降下した天皇の皇女だったりしたら、こんな言葉は使わないだろうし、というかそもそもこんな和歌にはならないだろう。何事も身分なのね。ま、でも、嫁の子の子ネズミ、っていう部分が言葉遊びだとすると、この和歌の大体の意味は解釈できる気がするわ。嫁、古式部の内侍の産んだ赤ちゃんはどんな様子ですか？なんと言っても自分の孫だからきっとめっちゃ可愛いやろなぁ、みたいな感じかしら。そうなんだぜ。そしてこの歌を送ったからには、古式部の内侍を嫁、つまりは息子の妻の一人として認めたことに他ならない。古式部の内侍や、お母さんの泉式部にとってはきっと心強いことだったでしょうね。そうなんだぜ。当時の婚姻は、現代のように婚姻届を役所に届けることで成立し、それに伴い法的な庇護を受けられるというものではなかった。古式部の内侍がのり道の子供を産んだとしても、のり道の子供として認められるかどうかは、父親側がそのような対応を取るかどうかにかかっていた。万が一、のり道側が、自分の子供であるにもかかわらず無責任な態度を取ろうとしたところで、当時の最高権力者の息子となれば頭領階級の古式部の内侍一家では抗議することさえできやしない。もしそうなれば父親の庇護がない以上、子供の将来だって非常に厳しいものになる。そんな社会の中、嫁、という言葉を使って和歌を送ってきた道長は、古式部の内侍や生まれた赤ちゃんのことを、父親側の親族として、しっかり面倒見ますよ、心配いりませんよ、と意思表示してみせたことになるんだぜ。制裁ではないという不安定な立場であっても、時の権力者にそんな風に、言ってもらえると何はともあれかなり安心できるわね。特に生まれた子供の将来を考えるとな。言っちゃあなんだけど、道長たちの一族ともなると頭領階級の制裁でもない女性のことなんて、ほったらかしておいてもおかしくないような身分なのに、こうやって配慮を示すあたり、なんだかんだで優しいところもあるのかなって思っちゃうわ。この時点では実は、のり道と制裁の間には男の子が生まれていなかったんだ。だからもしもこの後制裁が男の子を産まなかったら、古式部の内侍の産んだこの赤ちゃん、
後の小畑の権の僧正こと上円が範通の後を継ぐという可能性もあった。だから道長たちとしてもこの時点ではこの男の子をあまり粗略には扱いたくなかったという面がある。結局はその数年後に正妻が男の子を産んで、古式部のない石の子が範通の後を継ぐということはなかったが、あら、なんかそういう下心っていうか、そういう事情もあったのね。でもいろいろ事情があったとはいえ自分にとっては孫になるんだから、やっぱり可愛く思う気持ちもあったんだと思いたいわ。そうだな。道長の若に対して泉式部は何か変化をしたの？うむ、君に書く。嫁のことだに、知らるれば、この子ネズミの、罪かろきかな、という歌を、泉式部は変化として読んだ。あなた様にこのように嫁として認めていただいたので、この赤ちゃんの罪も軽いことでしょう。というような意味だ。罪？生まれたばかりの赤ちゃんに何の罪があるっていうの？これは仏教の考え方なんだ。人は皆、前世で罪を犯している。それを贖罪するために現世がある、とする考え方だ。まるで現世は前世のロスタイムみたいな考え方ね。まあロスタイムというわけじゃないだろうが、いろいろと犯した罪を、至らないところを、現世において精進することで償っていくことが救済にもなっていくという考え方なんだな。現世で正しい行いをして魂のステージを一段階引き上げようってことね。うむ。なんだか生まれたばかりの赤ちゃんまで罪を背負っているみたいな考え方は、いまいち理解しづらいところもあるけれど、まあとにかく道長が嫁の子、と、認めてくれているだけあって赤ちゃんの前世の罪も軽いでしょうってことなのね。っていうか、自分で言っていて違和感しかないんだけど、道長に嫁として認めてもらったおかげで赤ちゃんの罪まで軽いって、どういうことなの？道長にそこまでの力が？一神教の神レベルの力を持ってそうに聞こえるんだけど、まあ、そうだな。道長のような最高権力者の嫁の子として認めてもらえるなんて、この子はさぞ前世で善行を積んだに違いない。そうでもなければ道長の孫として生まれてくるような行幸があるわけもない。そういう意味になるからめちゃくちゃ道長を挙げているな。そういえばマリサ、なんだか表情が優れないんだけどどうしたの？いや、以前の動画でも言っているんだが、ウプ主は泉式部を真実の天才というほど入れ込んでいるんだが、このチャンネルで一番最初に紹介するその真実の天才の若が、これかと思うとなんだかやるせないんだぜ。え、どういうこと？好きな方には申し訳ないんだが、音の数を合わせただけの盆かって感じで、いいって思う要素がないかなって。むしろなんか適当で雑だなって感じ。情念を語りながらもどこまでも精神な彼女の花風はどこにも感じられない。じゃあいいと思う歌を先に紹介しておけばよかったんじゃない？いいと思う若が多すぎて選べない。知らんがな。というわけでこの若が泉式部の実力だなんて思わないでほしいんだぜ。ちなみに泉式部ともあろう真実の天才がこんな盆歌を読んだ理由についての、ウプ主の考察だが、以下の通りだぜ。1、真実の天才泉式部だって全ての若が素晴らしいわけじゃない。たまには盆歌もあるかっこそれはそう。2、泉式部にとっても初孫が生まれたばかりでてんやわんや、忙しいやら寝不足やらで疲れてたかっこありえる。3、道長の若のレベルに合わせた。4、1から3までの全部。3の理由がひどいわね。でも3も結構あり得るのでは？と個人的には思っている。もともと道長が送った、嫁の子の、の若だって盆歌だ。最高権力者の読んだ盆歌に対し、天才アーティストが持てる技量の全てを注ぎ込んだような。天才的な若を変化にしたら正直嫌味で空気読めていないと思うぜ。それどころか道長に恥をかかせることにさえなりかねない。言われてみれば確かに、元の歌と変化と、両方並べて世間の人々に知られた時、道長の歌があまりに見劣りするようであればそれはそれで問題ね。道長が世間の人々にこいつの歌超下手って笑い物にされたりしたら一大事だわ。なんなら泉式部一家が恨まれる可能性まであるわね。最高権力者から恨みを買ったりしたらそれこそ恐ろしいんだぜ。そうならないようにここでも忖度されている可能性がある。とウプ主は思っているのね。適切なタイミングで適切な忖度ができない貴族には平安時代を生き抜くのは難しいんだぜ。なかなかストレスフルな社会ね。この和歌の贈答は泉式部集に掲載されているぜ。さて、お次は遠い測量にまつわるエピソードだぜ。遠い測量って、その場その場に応じて基地に飛んだ振る舞いをすること、だったわね。そうなんだぜ。遠い測量は平安時代の貴族の美意識の一つで、そういう起点を聞かせた振る舞いというのは非常に称賛されるものだった。逆にそういうのがきちんとできないものは野暮ったくてダサくて、宮中の笑い物にされてしまう。道長も当然平安貴族の一員なわけだから遠い測量の振る舞いができるよう、貴族として恥ずかしくないよう、常に気を張っていただろうと思われる。貴族も結構大変ね。大変なんだぜ。
ある時道長は、一条天皇の東宮である沖貞親王のところで行われた弓矢蹴鞠の集まりに参加した。東宮というのは皇太子という意味だが、必ずしも時の天皇の息子とは限らない。沖貞親王は実際、冷泉天皇の息子で、一条天皇にとっては父方のいとこになる。ちなみにお母さん同士も姉妹だから、母方から見てもいとこ同士なんだがな。それでその集まりには皇族や上級貴族たちが大勢集まり、実に華やかな平安絵巻の一幅といった風情だったようだ。季節は旧暦2月、現代の2月末か3月頭頃、梅の木にはすでに花がついていたということだ。それを見て東宮は、梅の花が新たに咲いている。素通りしてはいけない。と仰せになる。それで道長は花の下へ進み出て枝をねじり折り、それを東宮へ献上した。すると東宮は、君おれば、匂いまされり、梅の花、と、和歌の上の句の部分を読んだんだ。すかさず道長は、思う心の、あればなるべし、と即興で下の句をつけた。これは実に見事な振る舞いだった。回としては、君、道長が折ったので色艶も鮮やかに勝っているのだ。この梅の花は、我が君、東宮様を思う心があるからこそでしょう。という感じになる。即興でこういうことができるというのが理想的な平安貴族の振る舞いなんだ。皇太子と大貴族という主従の交流が理想的な鮮やかさで紡がれたのがこの一幕なんだ。まあ後にこの沖貞親王は冒頭の方で霊夢が言っていたように、三条天皇として即位した後道長の嫌がらせで病気も悪化、大意に追いやられて失意のまま崩御されてしまうんだがな。こんな仲良さげな和歌をやり取りしていたのに、本音と建前をうまく使い分けてその場その場で適切な対応を取り、自らの権力を確保していく能力が平安貴族には求められたんだぜ。裏表激しいわね。そこで相手に悪い意とか思わない鋼鉄の精神があればこそ、道長は権力の座に座れたんだろうな。鋼鉄の精神どころかサイコパスにさえ感じるけど、恐ろしきかな、平安時代。このエピソードは権気という書物に詳しいぜ。権気は以前古式部のない氏の動画でちらっとだけ名前の出た権の大納言藤原の雪成の残した日記だぜ。さて、こんな風に遠い側名、そうでありたいという理想的な平安貴族としての、振る舞いをこなせるよう、道長は日々努力していたんだと思うぜ。ひどい言い方かもしれないが、やっぱり学識、アーティストとしての才能は、同じ平安上級貴族の均等なんかの足元にも及ばない。でも人々から侮られることのないよう、ここぞという時にはバシッと決められるよう、もしかしたらさほど向いていなかったかもしれない、個人的な興味関心もなかったかもしれない。和歌や漢詩、漢文についても道長はそれなりに頑張って取り組んでいた。まあ、ここまでの話でも折に触れて和歌を読んだりしているみたいだし、そのあたりちゃんと平安貴族らしい平安貴族でもあったのね。最後に紫式部日記から道長が読んだ和歌とその後のほのぼの家族エピソードを紹介しよう。うぷ主は道長の和歌の中ではなんとなくこれが気に入っているんだぜ。ふむふむ。道長の長女、中宮彰子が一条天皇の王子、篤姫親王を産んだ時のことだぜ。この篤姫親王は後にも一条天皇として即位するが、この時はまだ生まれたばかりの赤ちゃんだ。生まれて50日目のお祝いに、道長の屋敷である土御門殿で大祝宴が催されていた。50日、というのを以下という。この50日以外にも節目節目で王子誕生のお祝いを行っていたんだが、とりあえず以下という言い方を覚えておいてくれ。で、この以下のお祝いでは酔っ払いどもが飲めや歌へのどんちゃん騒ぎで、下品な冗談を言う輩がいたり、女房にダイレクトセクハラアタックをかます輩もいたりで、思考していた紫式部なんかはかなりうぜえって思っている感じだった。セクハラはあかん。無礼講とはいえあんまりだわ。特に止めてくれる人がいないみたいで、ランチ期騒ぎは大盛り上がりだったようだ。嫌な盛り上がりね。そんなこんなで宴が果てた後、紫式部は同僚女房の最小の君という人と一緒に、さっさとどっか行こうと思っていたのに、道長の子息や親族たちがまあだ騒ぎをってからに、退出するにもできなくて、中宮彰子のいらっしゃる御長台の後ろのあたりに隠れていた。ところがそれを道長が見つけて、仕切りの貴重を払いのけて、紫式部と最小の君の二人を捕まえてその場に引き出した。道長も酔っ払ってご機嫌さんなんだ。それで、和歌を一首ずつ読みなさい。そうしたら許してあげる。とか言うんだ。最高権力者にそんなことを言われて、紫式部は困ってしまって、恐ろしくもあるし、ひとまず次のような和歌を読む。いかにいかが、数えやるべき、やちとせの、あまり久しき、君が見ようば、これは、いかにして数え切ることができるでしょう。本日以下のお祝いをしている若宮の、幾千年と末長く続く見よう、という、王子御誕生のお祝いの和歌なんだぜ。やちとせというのは実際に8000年という意味でなくて、それくらい数え切れない、という意味なんだぜ。歩兵、いかにして、と以下のお祝い、というのがかかっているのね。
酔っ払いにいきなり捕まって引き出されて、それで和歌を読めとか言われて、それなのにこんな風に場に即した和歌を読むことができるなんてさすがは紫式部といったところね。現代に置き換えてみると、大企業の創業一族の何かのお祝いの席で、一応多くの来賓は帰ったもののまだたくさん人が残っている中で、酔っ払った会長なり社長なりにいきなり手をつかまれて壇上に引き出されて、一曲歌ったら許してあげる、とか言われるようなもんだ。誰だってそんなん嫌だし怖くもなるだろうが、紫式部はうまく乗り切ったな。一緒にその場にいた最小の君の和歌は記録されていないから、読まなかったか、紫式部が記載しなかったかのどちらかだな。それで紫式部の和歌を聞いた道長は、見事に読んだね。と言って引き続きご機嫌な様子だ。紫式部の読んだ和歌を二度ほど口ずさんで、その後素早く彼もまた和歌を読む。明日図の、弱いしあらば、君が世の、千歳の数も、数え取りてん。明日図、というのは鶴のことだ。鶴といえば寿命の長さから現代でも縁起のいい生き物として知られているな。この自分に鶴ほどの長い寿命があったなら、若宮の幾千年もの身をも全て数え取ることができるのになぁ、というような意味だ。紫式部の歌を受けて、うまくそれを取り込み王子誕生の喜びを歌っている。これを、紫式部の和歌を二度ほど口ずさんだところでさっと読み上げたあたり。やはり道長も平安貴族らしく和歌に慣れ親しんでいたんだと強く感じるぜ。確かに、こんな歌をその場ですぐ返すことができるなんて道長もなかなかやるわね。そうなんだぜ。道長はここ以外でも、お題を与えて紫式部に素早く和歌を読ませ、それを受けて自分も、すぐに返事をするという、まさに平安貴族の面目役所といった感じの、和歌の贈答を行うことがあった、というのが紫式部日記に記録されている。理想的な貴族らしい振る舞いにはかなり気を配っていた様子が伺えるんだぜ。ふむふむ。ちなみに紫式部はそういうのをうざがっていた。道長かわいそうか？話を以下の祝いの後の場面に戻すが、道長が読んだ歌を受けて紫式部はとてもしみじみと感じ入ったということだ。道長もこの和歌の出来栄えに満足したのか、娘である中宮彰子に向かって、お聞きになりましたか？和歌をうまく読みましたよ、などという。しかもそれに続けて、中宮のお父ちゃんとして私は悪くはないでしょう。私の娘として、中宮も悪くないですよ。お母様も私は幸せ者だなぁと笑っていらっしゃいますよ。きっと自分は良い夫を持ったものだと思っているんでしょう。などと冗談を言う。身内だけの気安い場だから、こういう自画自賛も誰に対して角が立つというものでもない。紫式部は内心、酔っ払いすぎじゃなかろかと突っ込みを入れていたものの、中宮彰子はご機嫌麗しくお父さんの冗談を聞いていらっしゃったそうだ。でもここで良い夫を持ったものだと思っているんでしょうと言われた中宮の母。道長の正妻、源凛子は内心穏やかではなかったようだ。聞き苦しいと思ったのか、その場を退出しようとした。まあこういう冗談、嫌いな人もいるわよね。人によっては普通にうざいだろうな。しかも余談だが、言ってしまえば道長は妻のおかげで出世できたところが大いにあるんだ。どういうこと？道長の妻凛子は左大臣源正信の娘で、正信がいずれ、天皇の後宮に入れようと大切に育てていた令嬢なんだ。ところがどっこい、政局やら天皇の年齢とのバランスやらでなかなかタイミングが合わず、臨死の母である牧師の勧めによって結局道長と結婚することになった。しかし当時道長は受子の上に過ぎず、一般に3位以上が称される、供養という広域族のグループにさえ入れていなかった。正信からしたらこれは娘の夫としてはかなりの不足で、臨死の夫にはもっと高位の金立ちを迎えたいと思っていたようなんだ。でも牧師がこの若者は絶対出世するとやたらと押してきたため正信もしぶしぶ道長を婿とすることにした。平安当時は婿取り婚だった。つまり男性は結婚を機に妻の家族の一員となる。そして自分の両親だけでなく、妻の両親や兄弟たちからの、サポートを受け立身出世を目指していくものだった。後に道長が篤平親王の以下のお祝いを行った土御門殿は非常に広大な敷地を持つ。豪華絢爛な邸宅だったそうだが、これは正信から娘凛子を通じて道長に相続されたものなんだ。道長は時の権力者、藤原の兼家の息子とはいえ上に二人、正妻原の兄たちがいる。結果的には兄たちがたまたま早くに亡くなったから、道長にも政権担当者としての順番が巡ってきたが、それがなければ日の目を見ることもなかったかもしれない。要するに、権力者兼家の子供といえど、出世が約束された立場ではなかった。それが妻の父という縁で左大臣源正信から貢献を受け、広大な邸宅までも与えられて、陰に日向に妻の実家から多大なサポートを得ることができた。これは道長の立身出世において非常に大きな力になった。しかも凛子は実に男女のバランスよくたくさんの子供たちを産んでくれた。
この子供たちが後に次々と天皇の妃となり、道長一家は空前絶後の栄華を手にすることになる。頼通という後継の男子もいる。子供たちに恵まれたというのは多分に運の要素も強いが、いずれにせよ道長にこれほどまでの幸運をもたらしたのは妻林氏とその実家なんだ。だから林氏としては、違うだろう。私が幸せ者なんじゃなくて、この私と結婚できた、お、ま、え、が、幸運なんだろう、と思ったとしても無理はない。ああ、ね。左大臣家の姫君としてのプライド、夫を支え続けてきた妻としてのプライドを考えると、そう言いたくなるのもわかる気がするわ。まあ、実際に林氏がどうして場を立ったかというのを、本人が書き残したりしているわけではない。だからここに解説したのは全て推測となることを了解してほしいぜ。で、話を元に戻すが、それで道長は慌てて、お送りしないとお母様きっとめっちゃお恨みになるやん。とか言って、無礼にも中宮の御頂戴を通り抜けて林氏の後を追う。いくら娘とはいえ、相手は中宮、天皇の正妃なので道長より身分は上なんだ。もう本当に失礼だ。なので道長は娘の彰子に向かって、中宮はさぞ無礼なことと思いかもしれませんが、親があってこそこも立派というものです。というようなことをつぶやく、周囲の女房たちはその様子を見て笑っていた、ということだ。なんだかお調子者のお父ちゃんと厳格で立派なお母様、おっとりとお嬢様らしく育てられたご令嬢、といった印象ね。微笑ましいホームドラマの一幕ね。酔っ払って自画自賛のしょうもない軽口を言いまくる夫。夫婦間のちょっとしたいざこざ、それをカバーするための奥さんのご機嫌取り、それから親子ならではの気安さ、そういった温かい家庭のムードが伺い知れるエピソードだと思うんだぜ。道長も中宮彰子も、千年も前の雲の上の人々なのに、こういう話を聞くと、どこにでもいそうなごく普通の家族みたいに親しみ深く感じられるわ。そうなんだぜ。娘は天皇に嫁がせるための政治の駒。というのも一面ではあるだろうが、やっぱりそこは血を分けた家族だ。家族らしい交流、絆、団らんがあったんだぜ。道長の軽口も、それを聞いてうざっと思った様子の妻林氏も、そこは思いが通い合う、愛情がある家庭だからこそ、紫式部もこうやって微笑ましげに書き留めているんだと思うんだぜ。千年前の人でも、朝廷の最高権力者の一家であっても、当たり前のこととはいえ家族としての愛情は変わらないものね。性的に陰険な嫌がらせを繰り返すおっさんでも、家族には家族に向ける顔があったのね。人には色々な顔があるもんだな。ところでこの最後の紫式部と道長の和歌のやりとりだが、これらは紫式部日記に記録されるとともに紫式部集に掲載されている。またそれだけでなく、それぞれ曲線和歌集に日集している。紫式部の、いかにいかが、の歌は食古今和歌集に、道長の、明日図の、の歌は食周囲和歌集に日集しているぜ。このチャンネルでは短歌を中心にうぷ主の好きな和歌、気に入った和歌やまつわる人物、エピソードを紹介していきたいんだぜ。有名なものからちょっとマイナーなものまでいろいろ紹介していきたいんだぜ。もしよかったらぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくね。それでは、ご視聴ありがとうございました。